はい、どうもこんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日は文献検索ということで、ライフサイエンス統合データベースセンターではさまざまなライフサイエンスに関連する情報サービスを提供していますけれども、その中で特に本日は私の関連仕事で携わっているデータベース、文献データベースに関連するサービスについてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。で、まず最初ですけども、ライフサイエンスの研究にとどまらないと思いますけども、研究ということで最初に皆さん自分で何か興味があった場合に、その興味のある分野について今までどんな研究がなされていたかっていうようなことを、主に論文を見ながら勉強していくと思うんですね。で、その中でちょっとヒントが得られたりですとか、何か仮説があった思いついた場合に、それに基づいて実際に研究をして実験等をしながらデータを見て、あ、これは新しい知見だなと思ったらまた文献を執筆して発表するっていう、こういうサイクルが行われていると思います。ですので、特にこの文献情報について注目しますと、いかに自分の興味のあるもの、研究に関連する文献を適切に見つけられ、そしてそれをうまく自分の研究に役立てるかというところが肝になってくると思うんです。なので、今回はその中でも特にいかに情報を見つけるか、自分で自分の必要としている文献をどうやって見つけるかというところに焦点を当てながらサービスを紹介していきたいと思います。はい。で、ライフサイエンス統合データベースセンターで提供しているその文献に関連する情報サービスとしては、ここにいくつか挙げてますけれども、その中で特に本日はこの赤い枠で囲まれているインデクセズとアリーとコリルについてご説明します。で、これについて説明するんですけど、それに先立ちまして、これらの情報のサービスの元になっているデータとしてパブメドがあります。ですので、最初にパブメドについてここでご紹介します。そもそもどういうふうに歴史があるのかということを簡単に紹介してまいしたいと思います。で、このパブメドなんですけども、もともとはそのメドラインという文献の初始情報ですね、初始情報を収めているデータベースがアメリカの NIH の NLM という図書館ですね、そこから作られてデータベース化されていました。で、それが1997年のここに書いてある通り6月26日に正式にそのメドラインというデータベースにインターネットを介したウェブブラウザーで検索できるサービスとしてパブメドというものは立ち上がったんです。ですので、今年でもう97年からですね、23年ぐらい経ってますよね。23年ぐらい経ってるサービスになっています。で、このパブメドというサービスですけれども、もともとその、メドラインというものを含めてどのようにそこに収められている初始情報の数が増加してきたかというものは、ここのグラフで表示されています。そしてその97年には正式にメドラインからパブメドのサービスを提供し始めたんですけども、それに先立つ1年前の1996年からパブメドは試行サービスとして公開されていたんですね。で、そのパブメドというサービスが一番最初に公開されて、検索を一番目にした人はどなたかっていうと、ここの写真に載っているこのゴア副大統領という当時のアメリカの副大統領なんです。で、ここに立っているこの方は初代 NIH のトップ のリップマンさんですね。で、このような形でシンボリックな形で最初のパブメドの検索が行われたというところで、アメリカとしてもかなり大きな発表をしたわけですね。それを大々的にこういう形で、皆さんに紹介して始まったサービスになっています。で、当時は1996年当時は、何件の初始情報がメドラインに入っていたかといいますと、ここに書いてあります通り、約1200万件だったんですね。で、その年に追加された、件数は45万件ぐらいですね。こちらがその検索対象になっている初始情報の数で、こっちの右の軸が、1年間にどれぐらいその新しく初始情報が追加されたかっていう値になっています。で、この実践のグラフがトータルの検索対象の文献の数で、こちらのこの縦のグラフがその年に追加された文献の数になっています。ですね、96年からこんな形で2020年までこんなぐわーっと増えていくってことがよくわかります。はい。で、それが、現状ですね、どれぐらいあるかっていうと、もうすでに3000万件を超える文献情報を検索できるようになっています。で、本日、見てみたんですけども、本日時点で3150万件ぐらいですよね。で、これ1週間前にどれぐらいだったかというと、この3147万件ということで、
まあ、わずか1週間で3万件ぐらい足されているというぐらいなので、非常に本当多くの消費情報がメドライン、パブメドに追加されて検索できるようになっているということが分かります。ちなみにこの19年11月25日というのは、去年 の、 あのアジャックスの世田谷の時の数字なんですけどもね、このアジャックスの世田谷で発表した時は34万件ということで、すごい増えてますよね。これが実感できるんじゃないかなと思います。で、2019年、去年ですね、去年だけでもこの139万件と、今約140万件が新しく追加されているので、これを365で割ると3815件ということで、1日に3800件も文献の情報がパブメドには追加されています。で、そこに、あ、なんか文字が取れちゃってるんですけど、これ学術誌ですね、はい、で、検索対象になっている論文を掲載している学術誌は5200件を超えています。で、ここに書いてある表ですけれども、これは何かと言いますと、どれぐらいの検索が行われているかという数字です。で、ここに、2013年から2019年まで毎年どうやって検索件数が増えているか、推移が書いてありますけれども、この上の PubMed Searches というのが、多分多くの方が利用されているウェブページで PubMed に検索行って出てくる時の件数です。で、この下のインタラクティブっていうのが、あ、これがトータルです。すいません。これが、トータルで、この、2番目の行に書かれているのが、そういう、実際にブラウザで経由、検索した件数で、この下が、プログラムを使って検索した件数ですね。で、このトータルがこの上のPubMedサーチ図になっています。ですので、まあ、最近の推移を見てみると、ちょっと、インタラクティブの方も増えてますけども、その一方で、プログラムを経由した検索が少し若干減っているような、こういう形になっています。まあ、いずれにしろ、まあ、1年間に 3.3 ビリオンという33億件も検索されている、非常にメジャーな検索サービスになっています。はい、それで、まあ、そのパウメドですけども、まあ、パソコンのウェブブラウザーから検索する場合も多いと思うんですけども、最近はスマートフォンが普及してますので、スマートフォンを使ってパウメドに検索を行くっていう研究者も増えています。そのためにスマートフォンに特化した、こういうインターフェースも作られていますよということで、ここに載せています。なので、まあ、スマートフォンだとここにキーワードを入れるのももちろん使われていると思うんですけども、あまりキーワードを入れるのも大変楽ではないので、最初にこうトレンディングアーティクルズっていう形で、今このパウメドの中で一番よく検索されているものはどんな文献かということが分かるようになったりとかいうことで、スマートフォンに特化したサービス の、 デザインになっています。で、このトレンディングアーティクルズなんですけども、これちょっと調べてみたんですね。定点観測をして、毎日このトレンディングアーティクルズに出てくるその文献がどういうふうに変わっていくかっていう推移を少し見ています。これ、まあ、小さいんでよくわかんないんですけど、ここ大体1ヶ月分なんですね。で、これ実はこのサービス の、 インターフェースが変わってしまって途中で取れてないんで、これちょっと昔の今年の4月の20日から5月の20日ぐらいまでの1ヶ月分に、このトレンディングアーティクルで1位から10位までの文献が毎日どういうふうに推移していたかっていう、ヒットチャートの動きみたいな感じのグラフになってます。で、これ見ていくとこんな感じで、最初1位で2位になったものがまた1位になって落ちたりとか、ずっと1位をこうキープしたのが突然落ちるとかっていうような、こういう推移がなんとなく見えて、毎日毎日その実際にその時にどういった論文がみんな多くの研究者に呼ばれているかっていうことが分かるようになっています。はい、で、こういう形で、見られますので、皆さんこのトレンディングアーティクル、これまであまり見てなかった場合は、まあ、自分の研究の興味とはちょっと違ってるかもしれないんですけども、ライフサイエンスの分野では今こういう論文が多くの人に検索されて読まれてるんだなっていうのが少し見ることができて、まあ、ちょっと楽しいんじゃないかなと思います。はい、で、次ですけれども、で、パウメドの最新情報ということで、これも気づかれてる方はたくさんいると思うんですけども、最近このインターフェースが大きく変わりましたよね。こう今まではこっちの左側のようなページが普通にパウメドに検索に行くと見えてたと思うんですけども、まあ、今年になってこういう新しいデザインに変わっています。で、これについて少しここでご紹介しますけども、これ、2020年1月から変わったんですね。で、これでだいぶ今までと、まあ、デザインも変わったんですけども、その裏側で動いている技術的な部分も非常に変わったということが NCBI の資料で書かれています。はい、で、これだいぶ検索の出てきた結果も変わってしまって、
結構戸惑ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、一応この NCBI の目指す目標としてはこんな感じで、まあ、ここで英語でいくつか書いてありますけども、まあ、とにかく早くて、クオリティの高いサービスを、信頼できる形で、そして読みやすい形で提供します、そのために変えましたよっていうことが書かれています。で、まあ、ちょっと試してみましょうね、これね。で今回その、まあ、今非常に、流行っているというか、そのいい意味ではないんですけど、悪い意味で流行ってしまっているこの SARS-CoV-2 について検索したいと思った場合はここをクリックします。ちょっとやってみますね、これで。で、まあ、こんな感じで出てきますよと。で検索した結果としてこういうふうに表示されます。でこれ左側のここを見ると、これ2020年が圧倒的に多いですよね。もちろん今年になってほとんど流行しているので、これ以外の年ではほとんどあのこの SARS-CoV-2 についての文献はありません。ただこれ一つなんかちょっとこれを見ていくと、なぜか2011年に1件だけあるんで、これなんだろうと思うわけですよ。でこれは予測されてるのかなと思ってみると、実はそういう意味ではなくて、なんとこの部分ですね、 SARS-CoV の2プライムっていう部分の2が入っちゃってるっていう意味で、やっぱこの文献検索 のシステムっていうのはやはりこういうミスも時々あるんですね。だから皆さんがその思っているものとは違うものも時々ヒットしてしまうってことはあると思うんですけども、まあ、こういうこともあの念頭に置きながら、あの文献検索っていうのは使っていくということでいいかなと思います。でさらにこれからちょっと説明しますけども、よりそういったもの、本来当たってほしくはない文献ではなくて、本当に当たってほしい文献を探す方法の一つとして別 の方法をこれからご紹介しますので少々お待ちください。であと今度のサービスはこれ見ていただくと分かると思うんですけども、この自分で入れた SARS-CoV-2 っていうキーワードがこうやってあの太字でハイライトされています。でさらにそれだけではなくて、ここで書かれているようにこの SARS-CoV-2 っていう略語の本来の展開形の部分もこうやって太字で書かれたりという形で、自分が検索しているキーワードに関連して対象の論文がどうやってあのそのキーワードを使っているかということも簡単に分かるようになっているんですね。これはあの昔の従来のPubMedではなかったあの機能で、こういった形で非常に分かりやすくなっているというのが特徴になっています。ちょっとでは戻りますね。で他にあのこの、もしアカウントを持っている場合ですと、あのここでクリックしながら、自分の探した文献情報をこのPubMedの方に保存していくこともできます。この辺は MyNCBI っていうアカウントを作ると簡単に作ることができたりと、いろいろなサービスができています。あとこれはあの、このキーワードに最も適している文献を一番上にヒットさせてますけども、この方法もここに書かれているこのディスプレイオプションを変えることで、あの一番新しいものから順にですとか、あの著者の名前順にとか、いろいろな方法で、ここの表示されている結果の順番を変えることができたりと、いろんなオプションが提供されていますので、これ全て説明してともう終わってしまうので、あのこれ以上説明しませんけども、もしその辺より詳しく知りたいという方はこのPubMedのヘルプの方を見ていただくといいかと思います。はい、でその中の1件をこうやって探してヒットさせると、こういうふうに文献情報が見られます。でここにサイトってある場合は、このサイトを、クリックするとそのままいろんなあの文献の最後の参考情報、自分がこれから論文執筆する際の参考情報、参考文献情報としてコピペできるような状態で現れるポップアップウィンドウが出てきたりという形で、非常にこの文献を検索してそれを自分の研究成果に入れるっていうことがあのシームレスにできるようなサービスとして作られています。でさらにここにこうページナビゲーションってありますよね。これがどんな構造になっているかっていうのをざーっと見ていくと、こんな形になってます。上から順にこうタイトルですとか大さんの名前、アブストラクトなどが来てますけども、その中でこの下の方にメッシュタームズってあります。このメッシュタームズについてちょっとこれから説明したいと思うんですけれども、今日は皆さんどうですかね、メッシュターム使ってますか。使ってる方はあんまり多くないということを期待してこれから説明します。でこんな感じになってます。はい、メッシュタームのところをこう広げてみると、こうやってこの、先ほどの例に挙げたこの論文ですね、この論文に、メッシュタームズといってキーワードが付けられているんですね。この論文の中でどんなあの課題研究トピックが語られているかということがこうやって一覧にバーッと書いてあります。なのでこれを見ると、大体この論文をこれから読む前に
何が書かれているかということが、分かるようになっているんですね。でこれを使うと非常に自分が欲しい論文を効率よく見つけることができます。なのでこれについて少しご説明したいと思います。はい、じゃあ活用しましょう。はい、メッシュタームって何でしょうか。これは、階層概念の階層関係を持つ統制語彙って書いてありますけど、要は一般的な語からスペシフィックな語、病気だったら最初に病気ってあって、その下に実際の在的な癌とか書いて、その癌の下に例えば胃がんとか肺がんみたいな形で、この概念がこう抽象化からよりスペシフィックな特定の語になってるっていう階層構造のことを、ここで概念階層関係って書いてますけど、そういったものが用意されていて、でその概念が全部で3万件あるものなんですね。そういう、辞書です。こういった辞書がメッシュタームとして前作られていて、でその辞書から適宜必要な、そのさっきの論文に関連するトピックを人がピックアップしてつけてるんですね。なのでこれは自動的にはつけてないんです。実際に人が論文全部を読んで、その今書いてるメッシュのタームの中で適したものをピックアップして、先ほどのような形で一覧のキーワードリストみたいな形でつけています。でこれをつけているスタッフは全員が、最低限バイオメディカル生物医学関係の学士以上の学位を持っている人々だそうです。でこれを使うことで非常に文献を見つけることが効率よくなってますよっていうことですね。でこれが本当に大きな部分で、メドラインの代表的な特徴になってます。これ本当に大きいんですよ。本当人が全部見てますからね。この3000万件の文献にほとんどに、ほぼ全部ですけども、人が見てこのキーワードをつけてるっていう素晴らしいシステムになってます。で最近はセマンティックウェブにおけるデータ表現って RDF って書いてありますけど、これ先ほどの説明にありましたリソースディスクリプションフレームワーク RDF ですね。この RDF にという形でもメッシュは提供されてますということで、これまで従来のように検索のために使うこともできますし、それ以外のそういうセマンティックウェブの使い方もできますよということです。で、このメッシュタウン、毎年毎年もちろん研究のね、トレンドが変わってきますので、新しく作り化されたりなくなったりということが行われています。で2020年に登場したメッシュタームをここでいくつか紹介したいと思うんですけども、こんな感じで書かれているように、ブロックチェーンですとかインターネットオブシングスとか、こんな一瞬聞くとあれライフサイエンスなのかなって思うようなものがあるんですけど、ちゃんとこれも医学バイオメディカルの世界でもこういう技術を使った論文というものが書かれているんですね。なのでメッシュタームにこういうものが追加されていて、でこれに興味ある研究者はこういったキーワードで検索をして文献を見つけることができるようになっています。で今年削除されたのはこういったものがありますということですね。はい、でもう来年2021年のメッシュタームのリストっていうのももう作られていまして、これはもう来月10月頃に決定されますが、現時点ではその候補がこういうふうになりますよっていうのを実際に見ることができます。でここのページに行くと確認することができますので、興味のある方はちょっとこれで試してみるといいんじゃないかなと思います。はい、でそのメッシュちょっと見てみましょう。で従来のページですとここの辺に書いてありますと。で新しいページですとここですね。ここをクリックするとメッシュタームを閲覧できるページに遷移します。でこれ試してみましょうね、少し。はい、このページに行くためには、これを押せばいいんだっけ。よし。よし、こんな感じですね。で、ここに、さっきほどのように、例えば、SARS-CoV-2 とかって入れてみますと、こんな感じで、もう入れてると、その入れてるそばから、これに関連するいろんな文字が出てくるんですね、こう候補として。で、こんな感じで入れてみると、どんな結果が出てるかって、こんな感じですね。でこれを見るとちょっとこれはまだ非常に新しい言葉ですので、正式なメッシュタームとしては実は登録されていません。ですのでこう見ていくと関連する語はたくさん出てくるんですけども、まだメッシュタームの正式な語彙ではないんですね。あれというのはこれなんですけども、これがサプリメンタリーコンセプトということで、これは補助的な形でこれからもしかすると追加正式なメッシュタームとして追加されるかもしれないというような状態になっています。ですので今回はちょっとそれをやめて、ここの文献の先ほどの結果に戻りますけども、ここに行って、これがなかったので、
今度こういうコロナウイルスのインフェクションズということでやってみたいと思います。ここに入れてみましょうね。こんな感じでもうリストアップされるんですね。こんな感じで出てきます。でこれを見るとほらこれがその階層構造です。上からディジーズカテゴリー、インフェクションズ、ウイルス、バイラス、ディジーズという感じでだん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 こう概念がより細かくなってますよね。でさらにこのコロナバイラス、インフェクションズのよりも細かい概念としてこうやって書いてあるわけです。でこういう形で今自分が見ているメッシュタームがどんな概念の中構造の中に位置しているかというのを確認しながら思い当ての概念を見つけることができます。でここからどういうふうに文献を検索するかなんですけども、まあ、例えばこの特にこのコロナバイラスインフェクションズに特化したというかそれをメインに述べている論文を見てみたいなという場合はここにこうやってメジャートピックっていうところをクリックしますと。でこれについて検索したいなと思ったらその後ここにこれをこう書いてプッシュしてでここのサーチパブメドっていうところをやるとここで文献検索が始まってこんな感じなんですね。こうすると先ほどのメッシュタームが一つ一つの文献情報にリストアップでキーワードとしてついてましたけどもあそこのキーワードにこのコロナウイルスインフェクションズって書かれているものだけがこうやってリストアップされるんです。なのでこれですともう人が見て確認した上でつけてますから一番最初に見た SARS コロナCOV2 みたいな間違った検索結果はないんですね。なんでこういう意味で非常に信頼できる検索結果を得ることができますのでぜひお試しいただければと思います。はい、よろしいですかね。であともう一つここで紹介したいんですけどメッシュオンデマンドっていうのがあります。これ今回初めて紹介するんですけどこれ何かと言いますとこのメッシュオンデマンドっていうサービスのこのでっかいこの四角い箱に適当に自分の興味ある文献の一部をポンって貼るんですね。コピペします。でコピペしてサーチってやるとその文献コピペしたテキストの中にヒットするメッシュタームを全部上げてくれるんですね。こんな感じでこれサーチをした後の結果の例なんですけども最初に何もないテキストをペタッと貼った後にサーチを押すとこんな感じでこのテキストの中にあるメッシュタームに該当する概念と思われる部分が全部ハイライトされてでそれがここにリストアップされてるんですね。ですのでこれから何かこう読みたいなっていう文献とかが一部まだその論文ではなかったりとかいろんな記事とかありますよね。ウェブ上の記事などがあってそれをペタッとここに貼ってサーチってやるとそこにどういった概念があるかっていうことがメッシュタームとしてリストアップされるっていうサービスになってますのでこれも一度お試しいただくといいかなと思います。はい。であとこれまでずっと NCBI の提供しているパブメドの紹介をしてきましたけども実はこのヨーロッパにも同じようなサービスがあるんですね。でこれを少し紹介したいと思います。これ、ヨーロッパ PMC というサービスでこれはパブメドと同じような、文献検索サービスなんですけれどもこれがパブメドと何が違うかといいますと検索対象がちょっと違います。で何が違うかってここに書かれてるんですけども、はい、ここで見ると、例えばパブメドは皆さんご存知の通り検索対象が文献の、アブストラクトだけですけどね。で、NCBI の提供するサービスとしてフルペーパー全文論文の本文まで全部含めた情報を検索できるサービスとしては PMC っていうのがありますね。パブメドセントラル。でこれらは別々になってますのでどちらかを検索するにはそれぞれ別々のところに行かなくてはいけないんですけどもこのヨーロッパ PMC に行くとこのパブメドに入っているアブストラクト全部と PMC パブメドセントラルに入っているフルペーパー全部を一つの検索で行うことができるというのが特徴になっています。でその他に、ヨーロッパの、EU 関係が多いと思うんですけども、パテンツですとかそのいくつかここに書いてあるような他の文献も合わせて検索できるというのが特徴になっています。ただここにはメッシュはないんですよね。やっぱりメッシュはメドラインの特徴ですからここで検索する場合はメッシュでの検索はできません。その代わりこういった形で、パウメドでは検索できない文献も合わせて検索対象になっているというところが違いになっています。はい。それで、さらにもう一つの特徴として
先ほどメッシュオンデマンドっていうサービスを提供紹介しましたけれども、ヨーロッパ PMC ではそれとは違って、この一つ一つの文献について、例えば人オントロジーとか、そのジーンズプロテインズみたいな感じで、たくさんこれのライフサイエンスに関連する辞書が提供されていますが、その辞書に自動的にヒットさせて、この論文の中でどういった語が使われているかっていうことを、それぞれの辞書にごとにリストアップするっていうサービスがついています。で、これもちょっとメッシュにの、メッシュオンデマンドに似たようなサービスなんですけども、これも興味がある場合はご利用いただければと思います。ただ、このパテントというか、その著作権の関係で、これらがちゃんと表示されない論文も残念ながらあるんですよね。なので、すべてではないんですけれども、いくつかの、オープンアクセスの論文ですと、ちゃんとこういう意味で、さまざまな概念が自動的に機械的にハイライトされるというサービスが PMC、ヨーロッパ PMC では提供されています。大体これで、パブメド、メドラインや、その他のサービスについての、ご紹介を終えたいと思います。よろしいですかね。では、続いてこちらの、DBCS ライフサイエンス統合データベースセンターから提供されている文献関連のサービスについてご紹介したいと思います。では最初にアリーからですね。このアリーですけれども、まずどんなことをするかというと、皆さんご存知だと思うんですけれども、ライフサイエンス系の論文の中には非常に多くの略語が使われています。で、この略語、もちろんご自身の研究分野、専門分野であれば、略語を見るだけですぐにその意味がわかると思うんですけれども、初めてこの分野に入ってきて、これから勉強しようかなっていう時ですとか、共同研究等をしながら、ちょっと隣の分野の論文を読みたいっていう時に、たくさん略語が出てきて、果たしてそれがどんな意味なのかすぐにわかんないっていうことがあるんじゃないかなと思います。で、ここに書かれているこのタグクラウドなんですけれども、これは何かと言いますと、この大きさがその出現数を表しています。で、これはパブメド全部を見た中で、どういった略語がどれだけ多く出ているかっていうものを簡単に見られるようになってまして、この CI とか CT とか MRI とか、PCR とか、こういったものが非常に多く使われているっていうことが分かります。こういう形で、この辺をこうやって大きい字になっているものはすぐに、分かるかなと思うんですけど、ただ一つ問題なのはここに書いてあります。こういった形で、多くの多義語と類義語があるんですね。なので、一つの略語であってもいろんな意味であったりとか、あとは同じ、あ、一つの意味であっても複数の略語がついていたりということが起きています。なので、ちょっとこれだけで混乱してしまうということがあるんですね。で、しかも先ほどご紹介しましたけども、パブメドにはもう1日3000歩以上が追加されていて、もう非常に多くの略語がもうどんどん生まれてるんです。なので、この略語を全部頭の中に入れることは到底できません。で、ちょっと調べてみると、大体その頻度が10件以上のものだけでも9万件もあるんですね、略語が。なので、本当にもう一つの辞書を作るだけでも大変なことになってしまうぐらいの数になってます。で、その略語辞書とかっていうのを書籍で提供するっていうこともあると思うんですけども、こんな感じで非常に多くの新しい略語がどんどん作られているので、なかなかこう書籍で提供するっていうことも難しいんじゃないかなと思うわけです。なので、本当に簡単にすぐにこう、ネットワーク、インターネットを使って調べることができればいいんじゃないかなと。で、分かるといいなと思うことをサービスにできるかということで考えてできたのが、このアリーというサービスになっています。はい、アリーがお手伝いしますよということで書いてありますね。はい、で、これがアリーです。特徴、ここに書いてあります。で、せっかく日本の機関が提供しているサービスなので、英語での説明だけではなくて、日本語の訳も出してます。もちろん全部ではないんですけれども、順番にこの出現頻度の高い順に、順番に日本語をつけてますので、ヒットする略語がそれなりにメジャーなものであれば、大体日本語の訳もついているような形になっています。で、あと、その略語がどういう分野で使われているかっていうものも表示しますよと。そして、その略語が一番最初に使われた論文はどれですかっていうのも合わせて表示します。
そしてあともう一つの特徴として、そのある自分がこれから調べている略語が使われている論文中に一緒に出てきている他の略語も表示する形になってますので、例えばこれから自分が調べたい略語が仮にあまりよくわからない略語だったとしても、ここでついている他の略語ですよね、それがもし自分の馴染みのある略語ですと、あ、もしかしたらこれはこの分野の略語だからこの論文を読めばわかるかもしれないということで、その自分がこれから探したい略語を見つけるための何て言うかな、こう道しるべみたいな形になっているのがこの表記略語というものになってます。これはちょっとこれから実際に見た方が早いと思うので見ていきたいと思います。はい、でここで実際に試してみましょうということで、ここをクリックします。はい、これ SPF という略語ですね。はい、この SPF という略語なんですけども、これはもう多義語の例なんですね。この SPF という単語、略語は非常にたくさん使われていて、しかもいろんな意味で使われています。これを見てみますと、一番多く使われているのはスペシフィックファソジェンフリーの意味での SPF、 続いて S フェーズフラクションで、3番目がサンプロテクションファクターという意味になってます。よく日焼け止めのクリームに書いてある SPF はこの3番目の意味なんですね。で、他にもこんな、ライフサイエンスの分野ではこのサンプロテクションファクターという意味の SPF よりも S フェーズフラクションですとかスペシフィックファソジェンフリーという意味での、SPF の方が文献中にはよく使われているということがわかります。で、 SPF というのは時々スーパーに行って豚肉とかのところに SPF って書いてある時があるんですけども、ご存知ですか？これね、ここの意味は特定病原体除去っていう特定 の, この意味の通りなんですけども、きれいに病原体を取ってある肉ですよってことなんですね。で、これがこの主な研究分野で、で、これを見るとこのスペシフィックパソジェンフリーという意味での SPF は獣医学ですし、 S フェーズフラクションの SPF は、ネオプラズム使用に関連する研究で使われてますし、サンプロテクションファクターは皮膚科学で使われてますよってことがわかります。で、さらにこの表記略語っていうのを見ていくとこんな感じで、いろいろとある中で、例えばこのサンプロテクションファクターの SPF と一緒に使われているのはここに UV ですとか UVR っていう形で、これを見れば、そうかってわかりますよね。この UV に関連する SPF はサンプロテクションファクターなんだなっていうのがわかるという意味で、この表記略語を見て自分が探している略語の意味をこう特定するための道しるべになっているというのはこういうことで説明しました。で、それが最初にどうやって使われているかというのはここに書いてあるわけですね。このサンプロテクションファクターという略語を SPF として使った最初の論文が1968年のこの文献ですよということがわかります。はい、いいですかね。こんな感じで簡単に略語の意味を調べることができます。で、さらにここをクリックしていただくと、より詳しく書いてありまして、これが最初の論文に限らず SPF をサンプロテクションファクターという意味で使っている論文のリストになっています。ただこれは具体的にこう明らかに文献の中にその両方書いてある場合のものなんですね。これもここに見ていただくと、ここに SPF あれ、SPF って書いてあって、ここにサンプロテクションファクターって書いてありますよね。こんな感じで両方その略語とその実際の意味のセットがこう書かれているものだけがヒットしてますので、この SPF だけが書いてある論文はヒットしません。なのでそれだけは注意していただくとして、ただこういう形で書いてある論文のリストは全部見ることができるようになっています。はい、でさらにここに行くと、その SPF っていう略語が展開系のバリエーションでこんなあるんですね。論文を見ていくと、サンプロテクションファクターって書いてあったり、ここが大文字になったり、一部がファクターズになったりとか、こんな一般ですね。これが全部 SPF という意味で書かれたりするので、なかなか大変ですよね。論文の書いてる人たちもね、これあんまり気にせず書いてると思うんですけど、こういう感じで、一筋縄ではいかないっていうのが、テキスト処理の、難しいところになってます。はい、いいですか？あり。戻ります。皆さん試してみました？自分の手元で。ちょっと試してみてくださいね、いろいろ。他にも最新の、本当に毎月毎月これ更新してるんで、ここに書いてありますけど、
はい、で、これちょっともその前に、どういうふうにやってるかっていうのを説明しておきます。これは人が見てるわけではないんですね。プログラムを用いています。こういう感じでアブストラクトを与えると、そのプログラムは、この括弧の中に略語があって、その手前にその意味が書いてあるっていうのことを道しるべ、手がかりにしながら、こう抽出してデータベースに入れています。そしてその後に、ああいう今一つ前に説明しましたけれども、いろんなバリエーションを一つ の意味のものだろうというふうに判断して固めて、でそれをデータベースで検索できるように提供しています。なので、中には間違いもあるんですけれども、大体うまくいっていることが多いかなと思っています。もし何かおかしい例がありましたら、ご連絡いただければと思います。はい、でこんな感じですね。3000万件あります、論文は。その中でパウメドに含まれている全部のペア、先ほどは10件以上ってやりましたけど、10件以上じゃなくて1件以上のすべてのペアを数えてみると、大体2480万ペアもあるんですね。略語とその展開系のペアの数が。でこれはもちろん重複があるんで、重複を除いた場合でユニークの数にしても419万もペアがあります。でこれが全部検索できるようになっています。なので例えばここをこうやって検索するとですね、この数が今何件かっていうのが分かるんですね。こんな感じで、これ今数えてます。ちょっと待ってくださいね。こんな風に出てくるんですね。これ後で説明しますけど、これも RDF っていうデータを用いて検索した結果です。こんな感じで、今これはある時点での結果なんですけど、いつでもこの URL にアクセスしていただくと、その時点でアリーが検索できるペアの数が出てくるようになってますので、時あるごとにこう試してみていただくと、また増えたなっていうのが分かるんじゃないかなと思います。で、次これですね。で、発展的な利用ということで、このアリーのデータベースですけども、丸ごとダウンロードできますので、今、BCLS が提供しているサービスだと、ちょっと使いにくいよとか、分かりにくいなと思った方は、このデータベースのデータそのもの、丸ごとデータベースをダウンロードして、自分で分かりやすい、よりかっこいいとか、見やすいサービスに入れていただくということも自由にできます。で、それから、先ほどのその RDF ですね。RDF を検索するための、検索言語として、Sparkle っていうのがあるんですけども、この Sparkle という言語で検索した結果がさっきのこれなんですね。これがこの Sparkle っていう問い合わせ言語です。で、これを使って検索した結果がここに出てくるんですね。でこれは何をしているかというと、さっき説明してましたけども、アリーに入っているペアの数を数えているんですね。数がこう248万件ありますっていうのがこうやって分かるようになってます。こういう形でウェブのこっちのこのサービスだとできない検索も、こっちの Sparkle っていう言語を使うとできるようになってますので、興味ある方はこれいろいろと試してみるといいんじゃないかなと思います。そうですかね、大丈夫ですか。はい、でこうやって検索しました、見てくださいと。であと統合テレビ、先ほど紹介しましたけど、統合テレビでもアリーの紹介をしてますので、ぜひこちらよく今日の説明で分かんなかったとか、あれどう言ってたっけなと思った場合は、こちらにアクセスしていただければと思います。はい、でさっきちょっと言いましたけど、毎月更新してるんです。これ文献毎月毎日3000件で、1ヶ月になると何万件も増えちゃいますので、略語もたくさん増えてます。ですので毎月新しいデータが追加されていますので、あれ今までなかったなと思ったものでも、次の月になるとちゃんと検索できるようになっていると思いますので、お試しいただければと思います。はい、でこのスパークルでできる例としてここに書きましたけど、こんなこともできちゃいますよっていうことですね。はい、こんな感じで研究分野がウイルス学である文献中に出現する略語のリストを多い順に見たいなっていうのは、いくつも見ているこちらではできないですけども、このスパークルっていう RDF を検索する問い合わせ言語を使うとできてしまいます。こんな感じですね。こんな感じで出てくるんですね。はい、でこれがそのプログラムです。こんな感じで書くと自分の知りたい情報をここに見ることができるようになっています。スパークルについての説明は今日はしないんですけれども、もし興味ある方は
いろいろな文献がありますので、検索してみていただければと思います。あと、DBCS が提供している、あと NBTC と共同でやってますけども、RDF 講習会っていうのがありますので、そちらにご参加いただくと、詳しく知ることができます。よし。で、あと、このスパークルを使うと、こんなこともできちゃうよっていう例がここに書いてあります。はい、ユニプロット、皆さんご存知ですか？タンパク質の非常に国際的に、世界的に使われているデータベースですけれども、このユニプロットもスパークルの検索ができるようなインターフェースを提供しています。で、このスパークルっていう分プログラム言語、問い合わせ言語を使うと、複数のそういう RDF のデータベースを横断的に検索することが簡単にできちゃうんですね。なので、これを見ていただくと、これがこの、実際のユニプロットのスパークルエンドポイントっていう、そのスパークルで検索できるインターフェースに問い合わせをした結果なんですけども、これをちょっと時間かかるかな、出てきます。こんな感じで、ユニプロットはSIB というスイスのね、機関が提供してますけれども、その中にこういう日本語の表示も埋め込んで、結果が出すことができてしまうんですね。で、これは何をしているかっていうと、ここに、これがプログラムなんです。こんな感じで、ユニプロットの、インターフェースの中に、アリーの検索部分を埋め込んでるんですね。埋め込んで、その結果と、ユニプロットのデータをガチャンコして、その場で検索結果が見られるっていう形になってます。こんな感じの検索も簡単にできるのが、RDF と Sparkle のいいところなんですね。なので、この辺、ぜひ興味ある方は、どんどんと深く追求していただけるといいかなと思います。で、戻ります。はい、いいですか？アリーはこれで一旦終わります。じゃあ次、インミクセズいきますね。はい、インミクセズはどんなサービスでしょうか？はい、英作文中に出くわす悩みありますか？ありますよね。僕はこんな悩みがいっぱいあります。例えば、前置詞わかんないですよね、よくね。with associated はまあ with かなみたいな、すぐわかるかもしれないんですけども、いろいろと自分で論文で英語を書いていくと、この前置詞何が良かったかなみたいなのすぐに出てこないものたくさんあるんじゃないかなと思います。あと、こういう輪産化みたいな、このちょっと分かりにくい英単語の綴りっていうのは、うろ覚えだったりするときに、フォースの続きは何だったかなとか、あると思うんですね。あと、副詞、文献でこういろいろと単にアソシエテッドウィズだけじゃなくて、とても強く関連してるとか、ちょっと関連してるよみたいに書きたいときに、どんな副詞を使うといいのかなとか、いろいろまああると思うんですね。で、これらについて簡単に調べたいなっていう時に使えるサービスがこのインメクセルなんですね。はい。で、これを見てみます。特徴はこの3つ。高速ですよってことと、簡単ですよ、便利ですよってことで、まあ、ここで説明するよりやっぱりこれも試した方が早いんで、ぜひ試してみましょう。これ本当に皆さん手元にもうパソコンがあるんで、その場でやってみてくださいね。ここに、どっから行こうか。まずこの辺から。はい、開きます。ドックマン DBCLSJP の IM。はい、出てきます。で、ここに、例えば、こう、is associated みたいなのを書くと、こう出てくるんですね、もうね。はい、こんな感じで、アソシエイテッドとこれば、with が一番多いよっていうのが分かります。で、この頻度っていうのが、これが本当に is associated with っていう表現が、パブメドの全体で何回使われてるかっていう数なんですね。なんで、is associated with っていう表現、フレーズは、ここに書いてある通り、55,723件あるんですね。はい、で、例えば、これについて実際じゃあメドライン、パブメドの中でどんな風に使われているかっていうのを見たいときは、この、プルダウンメニューの中のパブメドセンテンスっていうところを見ていただくと、こうクリックすると、あれ、うまくいかなかったですね。もう一回やってみよう。もしかしたら調子が悪いのかもしれませんけども、これをここにして、ポチッとやってから、ここに検索をしてみると、あ、今度はうまくいきましたね。よかった。はい、こんな感じで、ちょっと時間かかるんですけども、
is associated with っていうのが55万件も使われているので検索時間かかっちゃいますが、ここで、実際のこういう感じで文献の中でどう使われているかっていうセンテンスを全部見ることができます。で、さらにちょっとね、さっきほど最初に出てきたこっちの LSD 狂気リストってやつなんですけど、これはあのライフサイエンスディクショナリーありますよね、これ使ってる方も多いと思うんですけども、こういう形でその is associated with の前後にはどんな文が来てるかっていう、このライフサイエンスディクショナリーが提供しているコーパスを簡単に見ることもできるようになっています。これ使ってる方が多いのかなと思うんで、こちらも簡単にあの遷移できますよっていうところですね。はい、で他に、紹介したいのはこの、ここですね。ちょっと難しい使い方の他に、一つの単語を使ってると、その単語をいつも同じように使っちゃってて、なんか変わり映えないなっていう時に、同じ意味で別の表現ないかなとかっていうのを知りたいと思うことあると思うんですね。でそれを知る、まあ、ヒントになるのがこのサービスで、こっちのマッチではなくて関連語っていう方を見るとこんな感じで、unknown っていう単語と同じようなコンテキスト、文脈で論文中で使われている他の単語を見ることができます。必ずしもこれ同意語ではないとは思うんですけども、これヒントになると思うんですね。 unknown の他に、うん、そうか、 undefined とか unclear とか uncertain とかあるから、うん、僕の今度のこの論文の中では uncertain を使おうかなとかっていうなると思うんですね。でこんな感じで、論文のこの自分のボキャブラリーを広げるヒントになるんじゃないかなと思うので、これもぜひご利用いただければと思います。で、あともう一つちょっと、紹介したい部分、機能としては、ここをフィルターを表示、こんなのがあって、で、これは副詞ですよね。さっき、こんな悩みがありませんかっていうときに、副詞を選べたい、どんな副詞が使われているかを調べたいっていうときがあると書きましたけども、それはこうやってやるんですね。これを使うとこんな感じで、was correlated with っていう表現がありますけども、この was correlated with の was と correlated の間にはどんな副詞が使われているかっていうのを簡単に見ることができます。これも、まあ、頻度順に並んでますけども、例えばここで言うと positively とか significantly とか negatively とか、こういうのがどんどん書いてあって、まあ、すぐに思いつかなくてもこの中のリストを見ながら、あ、分かったこれだみたいなのがヒントとして得られるんじゃないかなと思うので、この機能もぜひ使っていただければと思います。よろしいですか。はい、どこだっけ、戻ります。よし、はい、ここにいろいろ書いてますけどこんな感じですね。はい、資料を見て確認していただくことも良いと思いますし、あと統合テレビもありますよっていうのはこれから説明しますと。で、あとこれも、まあ、発展的な利用ということで少し紹介したいと思うんですけれども、このサービス自体を別の、まあ、ブログとかご自身のサービス、ウェブページの中に埋め込むことができるんですね。これ、まあ、JSONP っていう方法で提供できるんですけど、これ何だか何言ってるのかさっぱり分かんないっていう方はそのまま聞き飛ばしていただいていいんですけども、これ分かる方はこれを使って、この機能を使うとインメクセルの機能を自分のウェブサービスに入れ込むこともできますので、ご興味ある方はここのリンクを参照していただければと思います。はい、でこんな感じですね。こう検索するとこのサービスヒットしますよ。チュートリアルあります。ちょっと聞き逃したり忘れてしまったときは統合テレビをご確認いただければと思います。よろしいですかね。いいですか、大丈夫ですか。はい、いきますよ。次はコリルです。はい、コリル、これは何でしょうか。はい、これもこんな疑問とか気持ち頭の中に浮かんだことはないですか。こう文献見てた後、でこの文献について他の文献著者からはこの文献についてどんなことがコメントされてるのかなとか、この文献を引用した場合には他にもどんな文献をたくさん皆さん他の研究者の方は引用してるのか調べたいなとか、あとは、まあ、英語で書くんだから、このある論文、自分がこれから引用したい論文があった時にその論文を引用してコメントしている英語としての表現はどんなものが適切なんだろうとかっていうのを簡単に知ることができたらいいかなと思うんですけども、
そういうことができるといいなと思いつつ、思いながら作ってるのがこのコリルっていうサービスなんですね。はい、これがお手伝いします。はい、ここにポイントが書いてあります。特定の論文について引用記述を検索しますとか、いろいろ書いてますけども、これも実際に使いながら説明した方がいいんじゃないかなと思います。で、現在、検索できる対象として、これ実際にその引用している論文中の、センテンスを見てますので、本文がないといけないんですね。なのでアブストラクトだけでは取れないので、その本文を取るために PMC、 先ほど紹介しましたパウメドセントラルですよね。パウメドセントラルの、再利用が可能なオープンアクセスサブセットっていうのがダウンロードできるんですが、そのオープンアクセスサブセットに入っている論文の本文全部を取得して、その中にそういう引用している部分を機械的に全部抽出して、でそれからこのコリルのデータベースを構築しています。ですので、現在検索できるのはその、引用される側はパブメドの ID さえあればいいので、245万件ですね。245万件が論文を、そのある特定の論文を引用している側の論文の数です。で、それは PMC のオープンアクセスサブセット全体の約 85% で、引用される側はパブメド ID さえついていればいいので、それは1185万件ありますということで、パブメド全体の3000万件のうちの約3分の1強ですね、が引用される側としてコリルに収められています。で、最新のこのコリルのデータは今年の8月に作られたものです。これは年に 2,3 回更新しています。で、これを実際にこれ図で説明するとこんな感じです。はい、まずここに何かしらの引用される論文があります。これがこれから自分が興味あってこの引用したいなと思っている論文だと思ってください。で、これをコリルに入れます。で、そうするとこの、論文を引用しているこういう別の論文がずらずらっと出てくるんですね。で、特にその論文の中のどのセンテンスでどうやってこの論文を引用しているかっていう記述も確認することができます。で、さらにこの自分が興味があってこれから引用したい論文がありますと、で、それを引用している論文がいっぱいありますと、で、その論文たちはこの自分が興味ある論文の他にもどんな論文を引用しているかっていうのもコリルで検索することができます。ですので、この論文とこの論文は多くの論文からいつも同じように引用されているから多分関連が深いんだろうというのが分かりますよね。なので、例えば自分の研究、これから新しい研究分野で研究していきたいというときにレビュー論文とか読むのももちろん大事だと思うんですけども、こういうコリルのサービスを使って、このコミュニティではいつもこの論文を見たならばこっちもみんな引用してんだなっていうのが分かるんですね。なので、これから自分が論文書いて引用論文を見つけるときに漏れがないようにするっていう意味でもこのサービスが使えるんじゃないかなと思うんですね。あ、この論文まだチェックしてなかったなみたいなのがあると、あ、これも読もうっていうことになると思うんですね。で、こういう形で使っていただくといいかなと思っています。はい、で、サービスはこんな感じですと。これもちょっと使ってみましょう。こんな感じで出てきます。で、これはジェンバンクの論文ですと。で、これが引用される側です。で、この引用される側の論文を引用している論文のリストがここにバーッと出てきて、で、さらにここにその実際のこの本文の中のどういう形でこの全バンクの論文を引用して書いているかっていうのがこう書いて分かるんですね。このハイライトで83って書いているのがこの全バンクの論文の番号になっています。こういう形で実際に引用している文を簡単に調べることができます。で、これは初期設定では出版された新しいもの順なんですけども、これを例えばサイテッドバイという形でこの引用数の多い順とかで見ることもできます。で、さらにこの左側のこの関連論文っていうのが先ほど説明しましたこの共に引用されているっていう論文です。この部分ですね、この論文のリストがここに入ってますね、関連論文。なので、全バンクの論文を引用する論文はだいたいこのブラストの論文とかギャップドブラストの論文も合わせて引用していることが多いですよっていうことですね。まあ、この辺これだけメジャーだとあんまり問題ないかと思うんですけど、ちょっと新しい研究分野だとここの見てまだ自分が読んでない論文があったらここで見つけて読んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、コリルはだいたいこんな感じですかね。
入れますと。はい、これがこんな感じで、今説明した通りですね。そっか、で、最初に何から始めるといいかっていうと、そうですね、ここに、2つあります。1つは、ここに直接もう自分がこの引用したい論文のパーメド ID を入れるっていうことで検索が始まりますし、あるいはまだそのパーメド ID がよくわかんない場合は、具体的にはそのパーメドに入れるキーワードを入れることもできるんですね。なんで、ここでこうやって、例えばこの例がありますけど、この検索キーワードをここに入れて、サーチってやると、ここにパーメドの検索結果がこう出るようになってますので、この中で自分の興味ある、これから引用したいという論文が見つかれば、それをこうやってクリックすると、ここにこれが出てきて、で、同じようにこの論文を引用している論文のリストが出てきますという感じですね。で、それと同じように、共引用、ともに引用されている論文はこれですよっていうのが簡単に分かるようになっています。で、これ、ここにスパークルクエリを表示って書いてあるんですけど、これ実は裏側で全部、この先ほど説明している RDF の問い合わせ言語のスパークルで動いてるんですね。こんな感じで。はい、でこういうサービス全て、コリルはスパークルだけで検索が行われています。ので、ご参考になっていただければと思います。発展的な使い方としてそういうことです。あと、同じようにこのデータも丸ごとダウンロードできますので、興味ある方はご参照いただければと思います。はい。いいですか？で、コリルについての、統合テレビもありますので、ご参考になさってください。はい。大体以上ですね。はい、終わります。どうもありがとうございました。